ご飯は食べてない。こんばんは。言うために行くのかな。うん、行きません。言うためには行きません。岐阜ね、暑い。今日暑いです。突然女性の声でこんばんはって聞こえてびっくりした。うん、私私明日から台風の影響。カニでお出かけするんですね。カニでお出かけしようかな。お腹が空きました。ちなみにね、私朝起きて今日ちょっとしたお菓子しか食べてない。やばいですよね。ちょっとしたお菓子しか食べてなくてやばいですよね。今日こんな日もあります。たまに何もお腹が空かない日もあるんですよ。全然元気なんですけど、胃もたれしてるのかな。お腹はね、別にそこまで空かない、空いてないんだよ。もう食べれるは食べれるんだけど、めっちゃ空いてるみたいな。不健康だよね。よくないね。気をつける。お腹空いてるの牛タンメンの何これ、桶狭間みたいな感じのやつ。読めない。センター分けに目覚めたの。目覚めてない。桶か。合ってるじゃん。桶狭間の桶でしょ。桶狭間の桶って言いたかったんです、私。はい。桶狭間タンメンってあんの？読めたら読めるのでは。やばいよね。なんか違う文字でなんか記憶しちゃうので。桶狭間の合戦は約何年前だろう。1900とかな気がするので。そうでも1900どころじゃない。800、850年ぐらいな気がします。最近すぎやろ。怖い怖い。冗談。
冗談冗談。怖いわ、怖い怖い、怖すぎ。つい最近まで戦国時代もんね。ほんまに怖い。1時間は何秒？何秒だったっけ？やばい、頭回らない。360秒じゃないの？歴史は得意の方。あのね、歴史得意って言っても、あのね、現代に近い歴史が得意。現代に近い歴史が得意です。ちなみに。こんばんは。いつ頃ですか？いつ頃だろう？だからあの、昭和、昭和、大正とかです。その辺です。あとなんかあの、ちゃんとあの、戦争がしっかり終戦したぐらいとか、あの辺はちゃんと、はい、言語を言えないパターン。言える言える言えるよ。ギャル時代は何年頃でしょう。ギャル時代は昭和、昭和、昭和60年ぐらい。日本の最初の総理大臣は伊藤博文さん。伊藤博文さんでしょ。縄文時代の次は弥生。みんなバカにしてるな。おい、バカにしすぎやぞ。私をバカにしすぎや。ちゃんとね、わかるんですよ。うんうん。パパメロは昭和生まれです。昭和生まれです。平成で生まれてたら怖いですけど。今のアメリカの大統領さん、バイデンさん。最近気になるニュースは、最近気になるニュースは難しいな。あの、円高円安みたいな。ちょっと難しいですね。一万円札の人は福沢諭吉さん。おお、賢いでしょ。意外と私ニュース見ますから。意外とね、意外とね。え、お札はいつ変わるんですか。卵がお高いね。確かに。来年、
来年なんだ。天気は詳しいよね。天気はね、見るのよ、ちゃんと。気になることは物価上昇でしょ。そうね、いろいろ値上がりしてるので、あれですね、ガス、石油高い、電気代が高いね。6月から、そんな値上がりすんのね。なので皆さんね、節約をして生活しましょうね自由に、そのね、自分のしたいように自由にしていいと思いますけど。石油は掘れません。アルマゲドンの人じゃないので掘れません。こんばんは。アルマゲドンの主人公の方は、やばい、名前が分かんない。A メロも値上がりしますか？そうですね、値上がりします値上がりします。アルマゲドンっていう映画、とても素敵な映画なので、皆さん人生で1回目は見た方がいいですよ。ね、ラスト泣けます、とても泣けます。もう無理ってなりました。無理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 ってなります。私はもう無理無理ってなりました、見ててはい、すごい、映画館で見てる方もいる。で、アルマゲドンの有名な歌あるじゃないですか。ね。あの曲、いい曲ですよね。ね。無理なら見るのやめない。そっちの無理じゃないです。もう、やめてやめての方です。映画館で号泣するタイプ。意外とね、泣かないかも。一人でいた方が多分泣いちゃうタイプかも。そう、ハリーポッターねハリーポッターはね、もう全然追いつけないですね。あ、出ました、ありがとうございます。456日でございます、ありがとう。今夜鳥の鳴き声は聞こえませんありがとうございます。はい、ということで明日から6月です。皆さん
一生懸命頑張りましょう。バイバーイ。ありがとう。